Hello， 大家好，这是阿普，《魔法骑士雷阿斯》第三回连载开始喽。我们上次是刚好过到这个地方嘛，这是上次迷宫的一半的部分，我们接下来就是把它过完喽。然后我们也借由这个镜子，从克雷夫上面学到小凤的第三个魔法，再看一看接下来是第三个魔法的功用到底是什么。好，我们开始看一下小凤第三个魔法。哦，原来是这样子啊！浮在通天空中哦，这样很方便哎。这样子的话，可以去一些之前走不到的地方哎。啊，没有路了吗？好，我们先下去，因为我刚刚明明还有另外一条路可以走，下面跟上面都是。哎呦！哦，好香！就下，好，接着往上走。都快到终点了呢。哦，往下走，两个地方。这边到哪里的了？这样子终点到喽。現れたわね。レディオ、これは一体どういうことなんだ？レディオ、这到底怎么回事呢？どうもこうもないわ。おばさんには関係ないわ。おばさんには。跟这个老太婆没有关系吧？老太婆。你说什么？这是没礼貌的小，这是一个没礼貌的小女孩。贝利奥さん、返事をしてください。贝利奥，快点回应，快点回答我们。無駄よ。没用的。この子はもう私のもの。私の言うことしか聞かなくてよ。他已经是我的东西了，除我以外的话，他都听不到。そんなことあるもんか。竟有这种事。そう。じゃあ試してみる？来试试看吗？殺しなさい！レディオ，将那个绿色衣服的女生杀掉。無事返してほしくば、エスクードの武器をよこしなさい。卑怯者！貴様、どこまで根性が腐ってる。なんとでもいい。さあどうするの、マジックナイトの卵さんたち。わかった。聞き分けがいいこと。
かんな、このやり方。お前、俺は正々堂々とやる。そうか、お前ザハード様に洗脳を。ザハード、ありがとう。武器を取れ。勝負だ。ラファーガ、ラファーガ、どうしたの、ラファーガ。何を言っても無駄よ。その男はザガート様に洗脳されたようだわよ。ザガート様の洗脳力は私の無限魅了の魔法の比じゃないわ。覚悟することね、マジックナイトの卵さんたち。嘘、嘘、嘘だ。ラファーガが敵なんて嘘だ。そっちが来なければこっちから行くぞ。やめて、ラファーガ、ラファーガ。ヒカルだよ、私ヒカルだよ。ヒカル、頭が、ラファーガ、落ち着きなさい。口ほどにもない。あんた、アルシオーネだったとはね。バレてはしょうがないわね。あなたがフェリオさんを操っていたんですのね。どうしてこんなことをするんだ。探し求めるマシンの前でお友達に殺される。あなたたちには最高に無様な死に方をしてもらおうと思ったのだけど、でも邪魔が入ってしまったわね。許せない、許せませんわ。ラファーガ、ラファーガは、あの男のことは私は知らないわ。そんなことはどうでもいい。よくもラファーガを。お手柔らかにね。他在空中飞好像就没有办法打到他的样子。先换回小海好了，然后呢？哦，就运用魔法攻击。反正就比较省了，打 BOSS 的话就尽全力。
打败了。どうして、なぜ私は勝てないの。勝負預けたわ。いい加減諦めるってことを覚えなさいよ。あれ、ここはフェリオさん。あ、フェリオ回復过来了。よかった。なんだ。ごふんごふん。じゃあ何にも覚えていないんだ。あ、どぶ記得了。ああ、怪しげな女が近づいてきて声かけられたのは覚えてるんだけどさ、面目ない。よかったじゃない、ふう。な、何がですの。おーろ、しらばっくれちゃって。私は何もしらばっくれてなんかいませんわ。いつまで騒いでいる。あ、クレフ。お、クレフ。さっさとウィンダムを収めるのだ。そなたらの心の力見せてもらう。我が名はウィンディ、王子フィー。そなたと共に戦う者、真なるマジックナイトへ。そなたたちの成長を我々は待つ。距离上次小海拿到魔神也隔太久了吧。ラファーの目、あの失態は洗脳が不十分だったのでしょうか。いかがいたします、ザガート様。戒めの鎧。かしこまりました。じゃ、俺は行くぜ。今回は迷惑かけてすまなかった。好、我走了。这次给你们添麻烦了，很抱歉。フェリオさん。またな。再见啦。ラファーが。生きてるよね。アルシオーネはラファーガのこと洗脳されたって言ってたけど、でも私の呼びかけに応えてくれたよ。洗脳なんて嘘だよ。それにきっと生きている。ラファーガ、ヒカルさん、跟这个村，这个森林竟然可以通到那个宫哦。
这么的八嘎吗？ラファーガー、生きていたんだ、ラファーガー。ラファーガー。誰だ、お前は。いやだな、ヒカルだよ、ヒカル。わからない。誰だ、どこなんだ、ここは。俺は誰だ。ラファーガー、記憶をなくしてらっしゃるのでは。そんな、ラファーガー、ラファーガー、よしなさい、ヒカル。生命の木って確か最後の葉っぱは取ってしまいましたわ。ライリーの村の治療院に行ってみましょう。まだ薬が残っているかも。行こう。先回去生命谷莱里村那边去拿之前那个生命之液所萃取的药。还有没有呢？てないだろうな、例の件アルティナには内緒に頼むぜ。あの葉を煎じた薬ですか？よかった、まだありますよ。少しならお分けできますわ。お、はいよね。やったー、すぐに用意しますわ。これが生命の木の葉を煎じた薬です。どうぞお持ちください。やった、これでラファーガも元通りになるね。あの、ちょっとお尋ねしてよろしいですか？何でしょう？どこも倒すの？あの生命の木の葉、あなた方が取ってきてくださったのでしょう？いいんですよ、あの人が取ってきたなんて出来すぎですもの。でも努力はしてくれた、それだけでもいいんです。改めてお礼を言わせていただきますわ。ありがとうございました。あ、はっ、最初は被发现了。薬大事に使ってくださいね。知られてないだろうな、例の件アルティナには内緒に頼むぜ。好，我们赶快去找喇叭嘎吧。ザガートが、うわっ、あ、頭、うわあ、うわ、ラファーガ、这样子洗脑还是没有解除哎。
哪去了？わざわざ共にいてくれるとは手間が省ける。イノーバ。ダファン、この鎧を受け取れ。ラファーガに何をした？これでザガート様の洗脳は何者にも侵されない。ラファーガよ、マジックナイトの死に死を。お待ち。何の用だ？マジックナイトの卵さんたちは私の獲物。余計な手出しは無用に願いたい。我把骑士是我的猎物，你别。你别出手妨碍我。その獲物を狩る。貴様どれだけの失態をザガート様にお見せすれば気が済むのか。おたまり。私はこんなデクノボに獲物を取られるわけにはいかないのよ。今度こそ私があの3人を倒し、晴れてザガート様に報告するのだから。ラファーガとかいうの？あのデクノボ。邪魔よ！消えてもらうわ！崛起内讧了。ヤクトさん、失せろ。おのれ！見事なラファ。マジックナイト、恐れるに足らず。我难免不了一战了。こいつも役に立たん。やめろ！お前だけは許さない！光の剣がドーン！
少しはやるようになったということか。すまなかったな、光る。迷惑をかけて。ラファーガー、死んじゃダメだ。ラファーガー、ラファーガーさん、ラファーガー、頼む、エメロード姫よ。お前たちなら。マシンがいる。海にセレス、空にウィンダム、そして火山に光のマシン。きっといる。行こう、海ちゃん、フーちゃん。ええ。好，这一次的影片就到这边就为止啦。算是有蛮大的进展了。我们下一次就是真正要去找小光魔神了，因为火山爆发了。然后而且依依刚才的对话，我想线索很明显了。好，我们第14回再见喽，拜拜。